では、つかずです。ということでね、今日もやっていきましょう。いや、今回ね、まあ、第一予想ということで、まあ、まだね、一冊も本読んでいない状態なんですけれども、そのまんま、もう予想しようかと思います。まあ、いわゆる直感なんですけどね。直感だけじゃちょっと怒られるっていうこともあるかもしれませんが、やっぱりね、その事前情報を、まあ、踏まえてね、予想しようかと思います。まあしかし今回ね、その第一予想で考えてみると結構ね、簡単なんじゃないかと思うんです。内容を読まずに予想するとね。今回芥川賞の芥は2020年7月15日に受賞が発表されますということですね。はい。で今回ね、芥川賞まず行きますけれども、これ芥川賞はね、やっぱりね、この5人の中では高山羽子さんがありえるんじゃないかと思うんです。まあ、まずこのね、5人見てみると、高山羽子さんは過去に2回芥川賞の候補になっていて、今回で3回目なんですね。しかし他の4人はもうノミネート1回もされたことがないんですね。なのでこの人だけが突出しているということですね。よく言われるのは、芥川賞には選考委員の先生がいるわけですね。で選考委員の先生がまあ読んで、この人が良かったとか言うわけですけれども、ここちょっと一つアドバンテージとして、過去にノミネートされていた場合ね、他の作品を踏まえて評価されることもあり得るということですね。つまり高山羽子さんであれば、こういた場所っていうのと、カム・ギャザー・ラウンド・ピープルっていうのがあるわけですね。でこの二つがね、それぞれの小説はそれぞれのやっぱ味わいというか風味みたいなのがあるし、あと作家の方向性みたいなのが、やっぱ一つ分かってくるんですね。初めて読む作家だった場合、その人はこれからどんな小説を書いていくかとか、その人の作家の持ち味みたいなのがまだ分からない状態なんですよね。初めて読む作家というのは。しかし、過去に2回読んでいるとね、それを踏まえて評価することができると。前の作品の方が良かったみたいな感想みたいなね、よく芥川賞のね、場では出てくるんですよ。でも、逆を言えば、前よりいい作品を書いた場合、この人は進化しているとかいう評価につながってくるんですね。でそういった点では、過去に候補作になっている高山羽子さんだけは、かなりのアドバンテージがあるということなんです。前回もね、第162回も古川誠さんが芥川賞取りましたが、あれは古川誠さんは過去に3回ね、で今回で4回目の候補だったわけで、他の人たちは実はそんなに候補になってなかったんですね。まあライバルとしては高尾長良さんが過去2回、その回で3回目の候補になってたっていうのがありましたが、やっぱ回数は一つかなり大きいと思います。で実際古川誠さんの評価でも、今回の作品は前の作品と比べて時間経過があって、複層性に帯びていて、みたいな評価が出てるんですよね。ということは、前の作品と比較されているということですから、1回目の候補は不利なんですよね。今回その伝で言えば、高山羽子さんの首里の馬は可能性あるのではないかと思います。であと、首里の馬はね、三島由紀夫賞の候補にもなってますから、もしかしたらダブル受賞とかいうこともあり得るのかもしれないし、まあ今回芥川賞が落ちても三島賞取れるっていうことだってあるかもしれないですよね。ただね、他の人たちもやっぱり純文学なだけあってね、純文学ってもうね、一人一人がもうそれぞれの小説を持っているぐらいまで言ってもいいような、まあやっぱり一つ特殊なフィールドで戦ってるんですよね。だから、もちろんデビュー作で芥川賞取りましたっていう人はいますよ、過去にね。だからこの三木美奈さんがこのまま芥川賞取りましたっていうのもあるだろうし、まあダブル受賞っていうこともありますから、結局どう転ぶかはわからないわけなんですけど、けれどね、やっぱ僕は一つは高山羽子さんがあり得るんじゃないかと思う。そしてもう一つ、ね、もう一つ、もし高山羽子さんが取った場合なんですけど、過去の本がたくさん出てますよね。これ高山羽子さんだけ6冊ぐらい過去の本があるんですね。他の人たちは、まあ、2冊あればいいっていう。岡本学さんが単行本2冊出ていますが、他の人は、まあ、1冊とか、もうないとかいうこともありますね。ということは、高山羽子さんが芥川賞を取った場合、出版社は嬉しがるわけですよね。そして本屋さんも
過去の本をまた改めて売ることができると。新芥川賞作家誕生みたいな帯をつけて過去作をバンバン出せる。そしてそのタイミングで文庫化するっていう手段もありますから、だからそういった点では高山羽子さんが芥川賞を取ると経済効果が生まれるんですね。そういった点では高山羽子さんがいいのではないかというところはあるかもしれませんね。まあそれは取ってからの話になっちゃうけどね。芥川賞はそんなところかなと思います。で、続きましてね、直木賞の第一予想しようかと思うんですけれども、やっぱりね、一つは長谷清舟なんじゃないかとは思うんだよね。長谷清舟今回で7回目の候補ですよ。7回目ってちょっとって思うもんね。沢田東子先生が今回4回目なんです。で、あと2回、1回、0回なんですね。そう思うと長谷清舟7回っていうのがちょっと特殊な感じがしますね。ここで落とすとってことになるでしょう。で、直木賞の選考委員も、その別に内容で判断せよってことですけれども、もちろん、やっぱり7回目だということでちょっとね、評価が厳しくなるか、もしくはちょっと優しくなるかみたいなこともなくはないでしょう。あ、この人7回目なんだってことになるからね。で、あと、長谷清舟はやっぱり一人ベテランなんですよね、めちゃくちゃね。長谷清舟はね、1996年デビューなんですよ。他の人はね、2009年、2010年、で、この人2017年、で、この人2008年でしょ。ということは、他の人たちと比べて、10年以上を作家やってるんですよね。だからベテランのベテランになっちゃうわけですよね。もう24年作家やってるわけですから、そう思うとね、やっぱりここで長谷清舟ね、来てほしいっていう気持ちがある。で、あと過去の本が他の人と比べるまでもなくめちゃくちゃ多いわけですよね。文庫本とかも大量にありますからね。そう思うと今回長谷清舟が受賞した場合、やっぱり先ほどと一緒だけど、経済効果がすごいと。そう思うとやっぱ長谷清舟に取ってほしいと。僕はやっぱ思います。受賞させる理由というよりかは、この5人の中で長谷清舟を落とす理由がなければ、多分普通に受かるんじゃないかなとは思うんですね。だからこの少年と犬があんまり面白くないとか、まあそんなことないと思いますけど、で他の4人の中でやっぱ突出したね、めちゃくちゃ面白い作品があって、少年と犬よりこっちの方が小説の出来がいいとかね。そういう理由がなければ、普通に落とさないと思うんだよね。よく言うのは、その1回目のね、長谷清舟が1回目の候補になった不夜城があるでしょ。で、90何年とかなんだけど、その90何年からずっと選考委員やってる直木賞の委員の人はいないんですよね。だから不夜城を読んでないかもしれないでしょ。他の選考委員はもしかしてずっとやってないんだからっていうのがあるのかなと思いますね。だってこの中で言うと長谷清舟ぐらいしか僕本読んだことないからね、正直ね。不夜城あたりのノワールの初期のノワールとかは読んでましたけど、まあでもね、今回やっぱ探考者が来てるわけですよね。あのダークホースである探考者が来てるっていうのもあるし、まあどうなるかはわからないですよね。まあ直木賞は過去にね、ノミネートなってる作家も多いですから、そもそも過去のものも含めて、この作家が良かったとかいうのもあるし、まあ、時代小説とか様々なエンタメのところから来ますから、やっぱその方向性が違うとかいうね、相性の問題もあるかもしれないけれども、そう思うとやっぱりね、どうなるかはわからん。まあ僕もこれから個々のね、小説読んで、まあ僕は10冊ね、10候補全部読むつもりですから、で、それ読んでね、個々のね、全部の10個の動画上げるつもりですからね。その中で、やっぱり長谷清舟面白かったと思うなら、やっぱ長谷清舟のなのかもしれないですね。まあそんな感じでしょうか。いや、今回ね、なかなか面白いね、候補作がね、もう芥川賞も直木賞もね、なってますけれども、いやー、素晴らしいですよ。まあ、前回もね、やっぱり第162回の直木賞の時も、まあ、芥川賞もそうだけど、予想しましたけどね、100% こいつだっていうのはないからね、賞レースですから、その時の戦うライバルのね、やっぱ相性とか、もしくはそっちの方がやっぱ素晴らしいってことになると、やっぱ一つはね、まあそれは絶対的な評価はよりかは相対評価になってしまうところはやっぱ少なからずありますから、絶対ね。だからそういった点では、ね、今回面白い賞レースじゃないかと思います。まあ1ヶ月後どうなるかということですね。はい。ということで、まあ今回は終わります。高評価、コメント、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。バイバイ。